脱出ドラキュラ城やっていきましょう。さあ今回で最終回になるのかな、わかんない、どうなるかまだわかりませんが、デュラーハン行こう。デュラーハンってあれじゃん、よくドラクエとかに出てくるやつ。おっと組み出しの死神デュラーハンよ。はい、どうすればいいですか。サーベルで戦えばいいですか。どこ行った、デュラーハン。あれデュラーハン、ふん、え、聞いてない、逃げてた逃げてた、女の人だね、ふっ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 ふ、え、どこに行った、ふん、逃げてった、なんかあるのかな、なに、ふん、無敵、いや、そんなわけじゃない、戦うゲーじゃない、あ、な、ちょっと待った、ふっ、なに、なに、ちょっとこれ何、これ何え、なんか金庫みたいの出てきましたけど、ふん、これなんか探せってことなの、この隙に、ちょっと逃げよう、来たら逃げよう、この辺にもなんかあるのか、ちょっとなんかないか、なんかないかデュラハン来ないな今回は、ここなんもない、え、なんかありそうだと思ったけど、ここも怪しいとこをタップして、あったあったあった、ほら、ん、なんかよく見たら月のマークみたいなのがついてるな、逃げる、こっちは赤い月、デュラハンを倒すと、なんかアイテム、あれでしょ、鍵的なものは多分どっかにあるんでしょ、これまた来たよ、ふ、ちょっとやばい、ちょっと、おら、え、めっちゃ強い、他にないの、なんか、ちょっと一回戻ろう、出てきたら一回、ちょっと一回撤退したら探すみたいな、また今次来たら逃げる感じにしようか、逃げろで、切る、はいはい、え、違うの、お、ちょっと危ない、怖い、ふん、探してる、ここ絶対鍵的なものがあるんだって、多分、めっちゃ逃げよう、ちょっとあっちどっか違うとこに行ってもらえないかな、君、声がなんかセクシーだよね、なんもないのここは、危ない、ちょっと、まずい、体を攻撃してもダメ、隠れている彼女の首を出さないと、隠れている首、ちょっと一回回復しようぜ、一回回復するわ、ふう、強敵ね、でもあなたならできるわ、隠れている首、この子また隠れている何か、そういうことはないか。進みましょう。ちょっとやっぱりあの中のどっかにあるんだって。隠れている首ね。金庫。金庫の近く。おお、ちょっとびっくりした。金庫の近く。ここには何もないのかな。ここには何も情けだな、多分な。ここに多分、え、これ金庫だけ見てきて、出てきてみたいなことある？こっちか、やっぱり。だ、こっちに逃げたもんね。ここにまだなんかあるんでしょ、じゃあ。え、ないか。うわ、ちょっとやばい。違うとこにあるのかな？この上とか。あった！お、鍵。あ、もうこれで、いけんじゃない？じゃあ。行く。はい。こういうことでしょ？あった。で、この鍵だ、多分、色的に。あ、来た！あった！ほら！首を見つけたわ。はい。で、これで、ドラシェン！倒した。倒した感じだ。ウェイ！倒しましたよ。なんとか倒せたわね。この上のフロアがついに最終回。伯爵がいる玉座の前を。ちょっと深呼吸、よし、覚悟を決めて進みましょう、え、進んでいいのちょっとえ、あれだ、あれが、ちょっと待って、あれを手に入れてない、今回宝石どっかにあったのか全然わかんなかったけど、ステージセレクト、ちょっと宝石あったんじゃない、どっかに、ティラハン、デュラハンは分かったけど、ちょっと宝石を探そうぜ。
手前、ここにはないと思う。この上にあったのか。鍵しかないよね。ちょっとよく見よう。鍵がある。いや、ないな。ここ戻ろうか。他の、こことかに。こっちか。あった?これか?あったー。でもこれでクリアすればいいよ。これでクリアでしょ。で、こっち行って、ここ、この辺だ、あれどこだったっけ?どこでしたっけ?あれ?どこでしたっけ?金庫ってどこでしたっけ?あった。金庫開ける。え?空みたい?嘘でしょ?ちょっとちょっとちょっと!さっきと違うよ、さっきと違う。さっきと違う。これってホームに戻ってもなんとかなる。ずる。クリアしなくても宝石取ったことになるかな?ぜひそれで会っていただきたいんですけど。記憶の宝石。あ!なる。ちょ、もう先見ちゃおうか、今回。開いたから。自分で自分の衝動が抑えきれない。お父が死ぬときもこんな感じだった。え?父が死ぬとき?最後は獣のようになってしまい、すべてを壊してしまう。自分の意識がまだあるうちに、娘だけは安全な場所に。あ、そういうことか。自分の父ね。あの子は逃げてくれそうにない。この体、直に死を迎えるだろう。私の命が尽きるまで娘を、銀の檻に閉じ込めて おくしかない。私の体ではそこに入ることはできない。そこが城内で一番安全な場所だ。どうか自我をなくした私に襲われることなく生き延びてくれ。最愛の娘よ。君が私の最後の希望だ。なるほど。父はじゃあ、助けるために閉じ込めてたのか。ということは今から俺は何をしに行くんだ。暴走した父を食い止めに行くというのは間違いないのかもしれない。なんか俺の頭すげえ混乱しています。ま、いい。ヴァンパイアに行けばすべてわかることを。最終章、ヴァンパイア。緊張してきたな。うお、いるわ。お父様。娘さんを僕にください。よく見たらなんか女の人の頭をこう、やってる。お父様。血を。よこせ。もっと血を。馴染むぞ。もう、まともに、言葉も話せなくなるまで、蝕まれている。女の人が、私が、お、銃。なんだっけ、銀の弾丸だったっけ。私が終わりにして差し上げます。うわ、来た。ダメージ入ったよ。俺じゃないでしょ、でも。キャー!その銃には、銀の弾が、込めてやります。お願い、それでお父様を楽にしてあげて。あ、これか。拾う。で、これで装備するのかな。どこにいるのお父様。あ、移動する感じ。あ、いた。ちょっと待って。どこ行った。これ。あ、よく見たらなんか左上に、あるわ。弾の。あ!間違って撃っちゃった。これやばいって。あ、いた!おら!あ、やばい!やばい。ふっ!よし!ちょっと次外さんぞ。ふっ!あと2発しかない。ふっ!あ、やば!外しちゃった。どっか行ってよ。ふっ!うなに?落ちてきてるよ!もう弾ない。ゲームオーバーかい。ってことは、4回当てないといけないから、2回、ミスると、死が待ってるみたいなこと?ちょっと待って。外せないのか。待て、ちょっとわかんない。一発も外せないのか、何発か猶予があるのか。まあ、一発も外せないという体でいこうか、じゃあ。一発も外せんと思う、多分。そういうことだよね。だって無料ゲームでも多少、難しく作られているはず。一発も外せないつもりで
弾を撃て。はい、分かった分かった分かった。危ないよ。はいはい、これで銃を落とす。拾う、拾わせて早く。拾う、はい。ちょ、これこうやってやってた方がいいのかな。あっち行ったね。あれ消えた。どこ行った？え、なんか、なんで撃っちゃうのこれ。もうちょっとダメじゃん、ちょ。なんだろう、これ選択しとかない方がいいのかな。なんかね、無駄撃ちしちゃう、無駄撃ちっていうか全然撃つつもりはないのに発射されちゃうんだよね。落ち着いて待ってた方がいいのかな。落ち着いて待つ、落ち着いて待つとかわけがわかんない。まあいいや、とりあえず行くよ。ラストバトル。今度こそ倒すぜ。はい。お父さんはもう正気じゃねえよ、顔が。これ持ってる。はい、 このままで撃ってみようか。お、早い、動きが早い。いなくなっちゃった。ふん。あ、撃てない。多分撃ててない、これ。ふっ。おら、あ、もうこうなってきたら撃てないんだ。なるほどね。こうなったら撃てない状態だ、多分。ふん。あ、いい、当たったー。ふっ。よし。いいぞ。調子いい、調子いい。ふん。いいぞ。おら、ノーミス。あ、ない？く、やめて、お父様。悪い。落ち着け。よく狙うんだ。どういうこと？あ、この瞬間にやれってこと？ふっ。なに？うわー。タップ、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 タップ。うわ、すげえ声、すげえ声。おー、どうすんの、どうすんの。うわー。めっちゃタップしてるよ。めっちゃタップしてるよ。めっちゃタップしてる。めっちゃタップしてる。どうだった？勝った？あ、ニコは？ギャー！倒した倒した！やった。アスだ。伯爵死んだのか。待てよ。まだ終わっていないわ。あ、やっぱ日の光に当たっても大丈夫、この子は。太陽が上がってヴァンパイアの眠りの時間に入ったわ。城の暗闇のどこかに隠れているはず。探し出してとどめは刺さないと。ということは、まだ倒れていない。ごめんなさい。私が吸血鬼の娘だと黙っていて、あなたにこんなことを頼むのは筋違いなのかもしれないけど、見境なく人を襲うようになってしまった父を、どうしても止めたいの。人の命を奪いながら生きながらえる。そんな生き方はもう終わりにするの。私はこの杭で父の心臓を貫き、とどめを刺します。だからどうか私の意志が、心が折れないように見守ってください。あなたが見ていてくれるなら、きっとやれるから。お願い。え？あなたが引き受けてくれるの？でもこれは私の役目なのに。ありがとう。なら二人でやりましょう。おお、もらった。で、これでどうすんだ？これを？あ、ちょっと待って。え、竜王の城？竜王の城じゃん、ここ。後ろに行こうか。びっくりした、今たまたまタップしちゃった。宝石そういえば手に入れてないな。あ、これ宝石なんじゃない？なんか光って。うわ、お父様。お父様じゃないですか。これをもう突き刺せばいいのかな。はい。うわー、ちょっと生きてた、生きてた、生きてたよー、生きてたよー。おら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 、お父様、楽にしてあげます、今。お父様、今楽にしてあげます。もう少しですよ。もう少し。もう少し、もう少し。おりゃー。ちょっとタップって難しいですね、意外と。あ、目が出てきた。おお、なかなかのグロさだったな、今回は。どうか、安らかにお眠りください。お父さんはついに。ちょっと待って、ちょっと待って、落ち着いて。お父さんが死んだ娘に、何かダーク的なオーラが発せられている。この状況はどういうことですか、これは。終わって安心っていうことなのかな？ちょっと話を聞いてみよう。ここまでね。邪魔な父を殺してくれて感謝する。マジで？何そのディアボロ的な展開。トリッシュ連れてったなと思ったら、もういきなり自分の手で確実に。もういいわ。このネタよく言うよね。これで私を押さえつける者は取り払われた。私は自由。この地の新たな支配者となる。
バカな男ね。ここで死になさい。いや、これ説得しよう。これは説得する。待て、話し合おう。お互いの言い分をぶつけ合って妥協点を見つけ出そう。そこ、はぁ、妥協点。バカな男、本当に。ゲームオーバー。あ、違う。僕の胸に刺されるん刺さるナイフを握りしめる彼女はとても悲しそうな顔をしていた。その表情を見つめ、僕はこれが彼女の本心ではないことを確信した。しかし間違った選択をしてしまったようだ。ゆっくりと息絶える僕を彼女はずっと見つめていた。マジか。マジか。これ何エンド？うわ、ほんとだ、悲しみ。そしてちょっと、やっぱ可愛い。ファン、あー！ノーマルエンド1。というわけで、どうやらこの実況まだ終わらないみたいです。まあ、3個選択肢がありましたから、次回はその3つをやっていきたいと思うのと、宝石どっかにないのかねっていうのも確認しながらやっていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。ではまた。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか？よろしければチャンネル登録、コメント、評価ボタンもよろしくお願いします。チャンネル登録は動画下のチャンネル登録ボタンをタップ。パソコンの方はクリックしてみてください。タクタクはツイッターもやっております。ツイッターのリンクは動画下の三角をタップ。出てきた動画説明欄のツイッターの URL をタップしてみてください。ツイッターの検索バーからもタクタクで探せます。ツイッターでは最新動画の更新情報、ライブのお知らせ、イベントのお知らせやタクタクの謎なつぶやきを楽しむことができます。チャンネル登録とフォローしてくれないと、お仕置きだべー。